皆さんこんにちは。シャドーバースプロダクトマネージャーの森です。毎日更新中のこの動画では7月30日に発売予定の第4弾構築済みデッキの魅力をご紹介します。第4弾構築済みデッキは全8クラスあり、各デッキクリスタル800個で購入できます。今回は8クラスのデッキの中からビショップのデッキ不朽の戒律をご紹介します。どうぞ。レジェンドは七宝石の姫レフィーエ、希望を導く聖乙女ジャンヌ、強力なフォロワーを出すアミュレットの詠唱博雅の神殿や詠唱宝石の甲羅も入っています。注目のカードはこちらです。イラスト違いの気高き郷里です。このカードはシャドーバースをプレイしている方なら誰もが持っているビショップのベーシックカードです。構築済みデッキを購入していただくと、なんとこのベーシックカード気高き郷里のイラスト違いのノーマル版、プレミアム版がそれぞれ3枚ずつ手に入ります。さらにこの気高き郷里のイラストが描かれたエンブレムとスリーブも手に入ります。それでは改めてご紹介させていただきます。第4弾構築済みデッキは7月30日に全8クラス発売予定です。どのクラスもクリスタル800個でそれぞれ1回まで購入できます。本日はビショップの構築済みデッキ不朽の戒律をご紹介いたしました。毎日更新してきたこの動画も明日で最後のご紹介となります。最後を飾るのはネメシスです。お楽しみに。それでは皆さん、また明日もお会いしたいと思います。またね。